で、レポートツールはどうするのと。で、レポートツールは、X3 についてるものっていうのは、確か MacOS 10に対応しなかったと思うんですけども、こちら、ですね、ファーストレポート、売ってあるやつですね、製品版の方は、その FMX 版がありまして、Mac でも動くということです。ちょっと実際に購入したわけではないんで、確認はしてないんですけど、一応、そういう情報、入っております。あと、ファイアモンキーでその印刷するんだったらば、例えば、スタンダードアンプリは、ともかくとして、例えば、クライアントサーバーであるとか、三層データベースアプリケーションの場合は、VCL の方で、印刷用の、専用のパソコン一つ一台用意しとって、これを印刷サーバーとして使って、そこにインディかなんかで通信で、ちょっとこのレポート出せやっていうやつを送信して、それで、まあ印刷すれば、済むのかなという気はします。まあこういう、まあ一つのちょっと、なんていうんですかね、回避方法の一つなんですけど、まあこう、必ずこういうふうにやれっていう話ではありません。まあこういうやり方をやれば、多少はこう楽ができるのかなというところですね。一つ困ると思うのは、例えば、ファーストレポートが、例えば Mac 版っていうか、FireMonkey で、Windows と Mac で同じように動いたとしてもですよ。フォントが実際微妙に違ったりするんで、例えば、請求書とか、そういうのを印刷するのに、例えば A っていう、Windows のパソコンで出したのと、B っていう Mac で、印刷したものをよくよく見比べてみると、これフォント違うやんとか、微妙に入ってないやんとか、そういうのが、ありえます。ありえますんで、まあ、本来であればこんな感じで、なんていうんですかね、集中させて、一箇所でやって、環境を変更させない方がいいような、気はします。で、オフィスとの連携はどうするのかと。で、オフィスとの連携に関しては、先日の、これは11月の28日かなんかの、デベロッパー TV の中で、高橋さんが、紹介されてたのが、TMS グリッド。確か XS3 では、TMS グリッドは、確か、無償版っていうか、が、不足してくると思うんですけど、無償版でできるのかな？有償版じゃないとできないのかわからないんですけども、Excel のファイルとかを、そのグリッドからですね、インポートしたり、エクスポートしたりする機能が、ついてるそうです。で、こちらで言ってるのは、もう、オフィスの2007以降の、その DocX とか XLSX とか PPTX っていうのは、あれっていうのは、拡張子を、例えば ZIP にして、で、解凍して、中身見てみると、XML ファイルが、構造上にこう、並んでるだけなんで、それテキスト、まあ、ファイルなんで、単純に、ロードフロムファイルかなんかで読んで、まあ、中身ちょっと一部分書き換えて、で、また戻して、で、ZIP で解凍した、ZIP で圧縮し直して、拡張し変えるだけで、オフィスのそのファイルっていう、ドキュメントをいじることができます。まあ、VCL でも当然できます。で、Mac とか、そういったところでは、まあ、こういったやり方をやるのも一つの手かと思います。で、まあ、これやると、まあ、なんていうんですかね。まあ、利点としては、オフィスが入ってなくても、オフィスのドキュメントをその操作できますと。まあ、確認とかには、そのビューアーであるとか、Mac の場合はビューアーがないですけども、まあ、そこら辺はなんかフリーの、オフィスソフトみたいなやつでちょっと確認すればいいかなと思います。で、次なんですが、埋め込みブラウザはっていう話なんですけども、これも埋め込みブラウザは、64bit 用と OS10 用がまだなくて 32bit 限定になってしまうんですけども、Delphi Chromium Embedded Framework っていう DCEF っていうやつがあります。で、最新版の DCEF っていうのはこの現在のところ VCL 専用なので、この前のバージョンの DCEF1 っていうやつがありまして、で、これを使うと、XE とか、XE2 ですとか、XE3 で、使うことができます。ただし、XE3 にはそのまま、対応しませんので、ここに書いてある、URL に書いてある、先に、あるパッチを当ててやらないと、ちょっと XE3 では使えないということになっています。で、センサーとロケーションなんですけども、またセンサー出てきましたけども、
まあ、センサーちょっと使ってみると、いろいろ楽しいことができます。というか、スレート PC とか、ああいうものに関してはですね、回転の検出とかにセンサー使うといいと思います。で、あと、Wi-Fi が使えれば、GPS とかついてなくても、この仮想 GPS センサーを Windows 7の場合ですね、入れてやれば、GPS が使えるようになります。あと、Windows 8ならば、別にこの仮想 GPS すら入れなくても、なんか、API 呼ぶだけで、なんか Wi-Fi データとかからですね、三角測量をやってくれるらしいんですけれども、ちょっと今のところ未確認です。で、多分 API ベースで、サポートしてくれるっていうことであれば、おそらく BioMonkey の方でも、なんていうんですかね、コンポーネントでも対応してると思います。で、ドライバーによる画面回転とソフトウェア回転なんですけども、これ、ですね、ちょっと見ていただきますね。ちょっと、前の形っていうか、前の形しか見えないかもしれないですね。おっとっとと。これ、真っ白い画面です。真っ白い画面にボタンが2つあります。で、ここにローテートっていうボタンと、まあ、閉じる、クローズっていうボタンからですけど、これがですね、白から緑に変わる時間っていうのが、ハードウェアによる、ドライバーによる回転の時間です。ちょっと押してみます。黒くなりますよね。で、今緑になりました。これが実際縦になったっていうことですね。で、これをもう一回戻してみますね。はい。黒くなりますよね。で、バチバチってなんか一瞬光って白に戻ります。これっていうのは画面の書き換えが見えてしまうんですよ。で、この、なんていうんですかね。画面の回転のスピードも遅くて、今時のこのスマホを触ってる人には多分おそらく耐えられないぐらいの回転のスピードだと思うんです。で、実際このいろいろ試してみたんですけど、このスレート PC は、これでも回転のスピードが速い方で、それでもあのくらいの時間がかかってしまう。次ですね。次、これ FireMonkey で、ソフトウェアで回転させてみます。ちょっとボタンの位置が違うんですけど、これも緑になったら回転終わったっていうことです。こっち。一瞬です。で、あまりにも速すぎて、多分アニメーション仕込めるぐらいのスピードで、もうパチパチ切り替わります。さっきのハードウェアとは大違いです。後ろの書き換えのやつも見えません。なんで、こういった用途には、FireMonkey、とてもいいと思います。はい。で、こちらは、ですね。まあ、ちょっとここから先はですね、貼ったりと言いますか、まあ、貼ったりですね。要するに、まあ、見た目をちょっと変えてみようというところですね。で、とりあえず、今、用意されているスタイルが、十何種類ありますんで、まあ、こちらに、スタイルを変更するだけ、まあ、先ほど言ってた、なんていうんですかね、CSS 的なものではなくて、単純にテーマですとか、まあ、スキン的な意味で、その、スタイルを変更するだけでも随分と、まあ、印象が変わりますと。で、これ手間はかかりませんので、やってて損はないでしょうということですね。で、これ、スタイルについての詳細っていうのは、前回のデベロッパーキャンプの、技術セッションですかね。これは細川さん。細川さんのこの、見た目で楽しい、デルファイプログラミングですね。こちらの方の、セッション資料の方見ていただければ詳しくやり方が載っております。で、まあ、これも、まあ、これちょっとあまり面白みがないというかあれなんですけど、これって単純にT イメージにですね、画像を貼って、L クライアントで貼って、ラップモードっていうのがプロパティがありますんで、これを IW タイルっていう、これにしただけですね。で、こんな感じでですね、よく昔のホームページっていうか、ジオシティとかですね、ホームページによくあったような背景画像みたいな。こういうことも、簡単にできたりします。で、FireMonkey には、こういった、簡単に、いろいろ、グラフィック関係ですね、いじれるような、やつが用意されているものが結構あるんですけども、ちょっと、今のところですね、探すのがとても大変ですと。で、次なんですけども、動く機器用ロゴですけども、これが、ですね、そうですね、これもちょっとデモしてみましょうか。右側ちょっと西国になってますけども、よいしょ。これか。どんな感じになるのかっていうと、まあ、3枚画像が用意してあります。
2つ、3つかどうかあります。で、この真ん中の、レイヤーっていうか、真ん中の画像だけアニメーションで回します。重ねてですね。そうするとこういう風に回ります、ということですね。まあ、ちょっとこういった、動くデモっていうか、動くその、なんていうんですかね、アニメーションで動くような、企業ロゴみたいなのを作ってですね、なんかのアプリケーションの、その、スプラッシュに仕込むですとか、まあ、メインフォームの、このメインメニューかなんか、どこかにこういうのを仕込んでおくと、おーっと、言われるかもしれません。だから、ここら辺は、もう、はったりです。はい。次は、T-POP アップでアラートっていうやつなんですけども、T-POP アップでアラートって何のことかと言いますと、FireMonkey 2からですね、FireMonkey 1にも T-POP アップっていうのはあったんですけども、コンポーネントとしては出てなかったですね。で、この T-POP アップっていうのが、わりかし使えまして、これもちょっとデモしますけど、例えば全画面アプリケーションがありますけども、全画面アプリケーションだとですね、OS 標準のダイアログを、コモンダイアログとか出したくない時があります。で、あれを、制御した、どうにか制御したいと。要するに、OS 標準のやつだと、例えばタッチとかでは非常に押しにくいし、なんか、イメージっていうか、FireMonkey で作ったアプリケーションと、なんか、スタイルっていうか、あれが違うんで、なんかちょっと浮いて見えちゃったりするんで、それも自前でやってしまおうというやつですね。これエラーですっていうダイアログを出しています。これ単純に、ただ単にポップアップしてるだけなんで、他のところ触ると消えます。で、これ今スクリーンセンターを押しましたんで、これどこにあっても真ん中に出ます。半透明ですね。可愛いですね。で、フォームセンターにすると、これを真ん中に出ますね。フォームの真ん中に出ます。で、これバッテンでもいいんですけど、外部からクローズでも閉じれます。で、ポップアップモーダルっていうのがあって、ポップアップモーダルは何かと言いますと、これって戻り値をモーダルリザルトで持ってますので、これで OK を押すと、OS 標準の OK ってボタンが多分出てくると思います。ですね。こんな感じで、モーダルリザルトを持ってます。なんで、キャンセルを押すと、まあ、出てこないと。で、あと、まあ、こういう、本当はですね、全画面アプリケーションの中で、こういう、なんか、ダイアログを出したいと、アラートを出したいっていう時に、使うと便利かもしれません。まあ、当然これ、ダイアログではないので、マルチフォームではないので、動かすことはできません。そうするとですね、あとは、FireMonkey が、機能不足で、VCL の機能が、必要な場合と。ものすごく、人聞きが悪いと思いますけれども、従来のアプリケーションで、先ほど言ってたみたいに、ActiveX とか OCX とか、を使ってたり、まあ、制御機器を使ってて、なんか、どうしても VCL のコンポーネントがいるんだよ、という時はですね、もうどうしようもないので、VCL と、FireMonkey ミックスさせてみましょうと。で、簡単にミックスさせる方法としては、ちょっと、そうですね、モンキーミキサーっていう、VCL とFireMonkeyをミックスさせるやつがあったんですけども、作者がですね、ちょっとブログ閉じちゃいまして、今のところですね、これダウンロードできなくなってしまいました。それなので、今回はこれの、まあ、代替手段みたいなやつをちょっとやってみたいと思います。で、VCL フォームアプリケーションの中に FireMonkey のフォームを貼るっていう方法は、これまたチームジャパンのブログの方で一遍高橋さんが書かれて、これはパネルの中に、FireMonkey のフォームを押し込むってやつなんですけども、これちょっと一点だけ問題があって、リサイドするときにこれが通常しないっていう問題があるんですよ。で、このリサイドする、リサイドしてもそのフォームが中に埋め込まれたフォームが追従するようにするためには、その下にある、このリンク先にありますけども、この DelphiXE2、Heating Up the Hype かなんかいうところですね。ね、Playing the、なんだこれ、Matchmaker for VCL and FMX。ここの中にですね、dsharp.windows.fmxadapter.pass っていう、ユニットが、置いてありますんで、で、こちらを、使うとですね、FireMonkey と VCL と、ミックスすることになります。ただし、この、パスカルの、ファイルですね、ユニットは、FireMonkey2 だから XS3 にちょっと対応してないんですよ。で、
で、実際どういうふうに作るかっていうと、こんな感じになりまして、まずプロジェクトグループを一つ作っていただいて、その中に、FireMonkey のフォームを作るためだけのプロジェクトを一つ作って、その下には VCL 用のフォームを作るだけの アプリケーションを作っていただいて、その下に、実際にそのミックスさせるためのプロジェクトを作ると。要するに FireMonkey のフォーム用、VCL 用のフォーム用、それとプロジェクト、実際にミックスさせるためのプロジェクト、3つを作ると。そして、フォルダを分けてですね、こういうふうに、作ってしまうと。で、VCL なり、その FireMonkey のフォームは、ミックスさせる方の、やつで、フォームを追加すると。要するに、ここの中では、フォームは、ここでは作成はしないと。この2つの VCL 用と、FireMonkey 用のところから、持ってくるような感じですね。で、そうして、先ほどのユニットを使うとですね、こんな感じで、コードちょっと見にくいかもしれないですけど、VCL のフォームの中にですね、FireMonkey の、このコンテナを用意して、そこに埋め込むっていうことができるようになります。で、これ、実際ちょっとどうなるのかっていうのを、これまた、ちょっとデモしてみます。これはですね、こんな感じになります。FMX フォームインちょっと見づらいかもしれないですけど、真ん中に、パネルコンテナってラベルっていうか、キャプションつけてますけど、ここが、FireMonkey のフォームを埋め込むためのパネルです。周りは VCL です。で、これ、Embed ってボタンをポチッと押すと、中が FireMonkey になります。ちょっと色化けてますけど、これ実際、まあ、動きは動くの動くと思います。こんな感じですね。今ちょっと、色化けてますけど。まあ、こういうことができますと。要するに中に FireMonkey の、アプリケーション、アプリケーションじゃない、フォームを埋め込んでるっていう感じですね。で、ちょっともうお気づきになったかもしれませんけども、このスライドのですね、右上の方に、S って書いてあるやつがあると思うんですけども、この S って書いてあるものに関しては、サンプルソースコード用意してありますので、こちらの方ですね、多分そのうちダウンロードできるようになると思いますので、こちらの方でちょっと実際に、あの時、彼は一体何を言ってたんだっていうのを多分、検証することができると思います。で、実際に、先ほどのこのスレッド PC がありますけど、これ使ってですね、これと、あとはその、デスクトップのパソコンに、あと23インチかな ?21.5 インチのそのタッチディスプレイを使って、工場向けにそのシステムを組んだことがあります。まあ、まだ、現在進行形ではあるんですけど、まあ、その時の、まあ、苦労話です。で、ここら辺はですね、一個一個ちょっと説明していくとあれなんですけども、とにかくまあ、苦労しましたと。VCL でやるのは。例えば、まあ、21.5 インチのその、ディスプレイの、そのデスクトップ用のアプリケーションも作んなきゃいけないし、このスレート用のやつも作らなきゃいけないと。全く同じ操作性でなければいけない。で、なおかつスレート PC の場合は、縦横回転しても読めなきゃいけないと。というような、めちゃめちゃなことを要求されまして、あともう一つ、まあ、関係ないですけど、その2台あるんだ。例えば、スレート PC が2台あるんだったら、こっちの図面見ながらこっち見たりとかですね。要するに、同期させてくれっていう、そういうことも、まあ、言われたりしたんですけども。まあ、だから、その VGL の方で作ると、ものすごい、いろいろですね、大変なことがありました。まあ、大変なことがありましたと言いながらですね、半分自慢話みたいなことなんで、まあ、こういう話も、ありますねっていうようなことですね。で、大体その苦労したことっていうのは先ほどからデモしたり、なんか回転が遅いだの、あそこら辺は全て大体ここら辺でその培ったというか、まあ、言われたというか、困ったところです。まあ、最後にちょっと締めてありますけども、この FireMonkey があれば、もっと簡単に作れたのにっていう、本当にそう思います。ものすごくめんどくさかったです。FireMonkey があったら、FireMonkey のその機能で置き換えることができるものがかなりあります。
こんな苦労しなくてよかったのになっていうのがかなりありますんで、そういったまあ、タッチアプリケーションに関してはですね、そういう早起き、とてもいいかなと思います。作り直したいんですけども、予算がありません。残念ながらですね。で、まとめになりますけれども、まとめですね。で、Fire Monkey をそのビジネスアプリケーションで活用するためにっていうことなんですけども、まあ、VCL アプリケーションは、VCL アプリケーションでいいと思うんですよ。別にFire Monkey に全面移行しろっていう話はしておりません。で、先ほどちょっとやりましたけども、VCL とFire Monkey をミックスさせるっていう手法が、使えますんで、例えばそのFire Monkey、ちょっと全面的にFire Monkey に移行するのはものすごい時間もかかるし、コストもかかるし、その、学習するのも大変だっていうことであれば、一旦先ほどの、方法を使って、Fire Monkey の一部を、Fire Monkey の機能の一部を借りて VCL アプリケーションに組み込むみたいな、まあ、ちょっと、過渡期的なやり方ではありますけども、そういったことも意外といけるのかなと思います。まあ、当然のことながら、ミックスアプリケーションしてしまうと、まあ、結局のところ、その VCL アプリケーションになってしまうわけで、結局 Windows 専用になってしまうんで、クロスプラットフォームにしようとしたときはちょっと困ることになりますんで、あまり、なんていうんですかね、ミックスしたやつ、まあ、ミックス前提では、そのプログラムは組まない方がいいとは思います。できれば Fire Monkey だけで、動くように、やってみて、で、どうしてもダメな場合は、先ほどもやってた、ミックスアプリケーションみたいなやり方がいいかなと。で、ですね。あとですね。そうですね。Fire Monkey を、結局、ビジネスアプリケーションの方でですね、活用するためっていう、活用するには、そうですね。とにかくやっぱり何がやれるか、やれないかっていうのを、やっぱ、見極める必要があると思うんですよ。で、正直な話なんですけども、僕こうやって喋ってますけども、Fire Monkey に関しては、正直な話、初心者っていうか素人ですので、多分皆さんの中で多分 Fire Monkey ものすごく使ってらっしゃる方の中には、ものすごく突き抜けてここら辺まで行ってる方がいらっしゃって、で、僕が多分どの辺にいるのかなって、思った時に、ちょっと僕も、ね、どの、レベルにいるのかすらわからない。要するに、情報が全く出てこないので、で、どなたも、なんていうんですかね、ああいう、質問系の掲示板ですとか、ああいうので、情報とか出されないんで、僕自体ですね、どのレベルにいるのかすら、の、ちょっと危うい状態なんです。出してください、マジで。本当に、要するに僕が持ってる情報っていうのは、その都度、ご存知かと思いますけど、ウェブサイトの方ですね。こんなんあったらこんなんできんかったらこんちくしょうみたいなことを書いてますんで、そうじゃない、例えば僕が出したやつじゃないやつとかですね。あと、お前何言ってんだとか、そういうツッコミをできればしていただければと思います。あとは時間あるのか。マルチプラットフォームだったらですね、まあ、リアっていうか、要するに、なんていうんですかね。まあ、フラッシュですとか、そういった、まあ、インターネットで扱うようなアプリケーションですね。よりも、まあ、操作性の面で優れていない限り、Fire Monkey で、マルチプラットフォームをする理由がないと思います。だから、例えば、そうですね、いろんなやつありますけど、Adobe の Air とかありますけども、あそこら辺でできて、で、例えばFire Monkey の方が操作性が劣るんであれば、わざわざFire Monkey でデスクトップアプリケーションにする必要がないと。で、ですから、もういろいろな、機能を吟味して、もうFire Monkey でやったらこれすごいよね。これはAdobe Air じゃできないよね。みたいなことを、できれば、踏み込んでいただければなと思います。あとは、ちょっと本当にスレッド PC、スレッド PC、タッチタッチ、言ってますけども、センサー言ってますけども、安いもので構わないんで、スレッド PC、これ1個、ちょっと仕入れて、触ってみるとですね、いろんな使い方が、っていうか、いろんな使い方っていうか、お客さんにいろんな提案ができるようになると思います。で、
Windows だとですね、例えばその工場に、工場でタッチパネルを使うとか言っても、別に配布の時とかも制限がありますので、非常にやりやすいと思います。で、まあ、それに関してですけども、まあ、システムのスケーラビリティということですね。最初も、なんかクラサバかなんかの、システムで作って、で、その後に、じゃあ Mac 対応やって、で、それを、このデータスナップとかで参照化して、まあ、外部からつなげられるんですね。と、参照化すると、今度は HTML5 ビルダーとか、あっこら辺で、その iPhone とか Android とか対応ができるようになる。もうしばらくすると確か、午後のセッションかなんかで、iOS のなんか、セッションあるみたいなんですけども。で、そんな感じで、業務アプリの方、要するに、今までできなかったことを少しずつ拡張、無理なくですね。最初からドーンってやってしまうと、ものすごい収集つかないと思うんですけど、こんな感じで、クラサバからなんか、Mac 対応して、で、酸素をやって、で、モバイル系にも対応して、こういうことが、できるようになるということですね。ただし、その、酸素化、だからデータスナップを使うですとか、データスナップのこのモバイルコネクタっていうのは、エンタープライズ以降の機能なんで、例えば、Mac までの対応、要するにマルチプラットフォームまでの対応だったらプロでいいんですけども、それ以降のことをやろうとする場合にはエンタープライズが必要になりますんで、その時はお客さんに、ちょっと予算くれよって言って、ちょっとエンタープライズを買っていただければと思います。で、本当に最後になりましたが、で、具体的にですね、何が向いてるのかっていうやつなんですけども、いろいろ考えてみましたけども、まあ、受付業務っていうか、窓口でですね、なんか立ち会いアプリケーションで、そのなんか触るようなやつっていうのは FireMonkey で非常に、まあ、見栄えもいいですしね、アニメーションもできますんで、いいかなと思います。あと工場系のワーカーさんへの作業指示とかフィードバックとか書いてありますけど、これ一つ、先ほどの例で、書いてたので、ちょっと喜ばれたのは、一つペーパーレス化ができると。で、紙で回さなくていいと。で、紙がどこに行ったのかわからなくなることがないと。で、呼び出せば一発でその情報が出てくるし、それに関する付随情報も出てきますんで、非常にいいと。っていうのと、あと、これ冗談で書いてるんですけど、手が汚れてても肘で操作可能って書いてるんですけど、本当にやってたんですよ、こうやって。タッチパネルのこの21インチぐらいなんで、こうやってたんですよ。で、横の画面っていうか、画面を、まあ、手が汚れてたりですね、オイルとかで汚れてたりすると、もう、手のこんなことやったり、こんなことやったりして、やってました。で、まあ、そういうのも、やりやすいですよ、と。で、あとはその医療用の高精細な画像を使うアプリケーションというのは、これもデモしましたけど、要するに、引き伸ばしただけ、まあ、画像が綺麗になる。でも、その操作系の、パネルのところは、引き伸ばしても、まあ、引き伸ばしてもっていうか、引き伸ばしても同じ大きさだとちっちゃいままなんで、その、見れないと。入力できないと。で、それも、スケーリングでちゃんと綺麗に、大きくちっちゃくできるようになれば、非常にいいのかなと思います。と、フィールドワーク営業さん用っていうのは、例えば、その、インフラが整ってない、僕が住んでる田舎の方ですとかですね、Wi-Fi というか、3次通信も怪しいところがありまして、例えば ISDN しか引けないところですとか、未だにダイヤルアップしかできないっていう地域が実はあるんですよ。未だに。で、そういうところだとですね、3次通信できなくなると、あとスタンダーローンでやるしかなくなるんですよ。スタンダーローンでデータを収集して、要するに会社に持ち帰って、バッチでなんか転送するとか、そういうことしかできなくなってしまうんで、そういう時は、まあ、GPS ですとか、で、そこら辺と、ローカル DB があれば、そこの位置情報は、取り込めますし、そこの位置で何やったみたいなことも、入力できるということですね。あとはこれは一番下のですね、先ほどから貼ったり貼ったり言ってますけど、偉い人またはおもてなし用の貼ったりアプリケーションっていう、偉い人の中にはですね、まあ本当に何て言うんですかね、見た目だけで物を言う人がいまして、ビジネスアプリケーションはそこが売りじゃないだろうって言うんですけども、現場の人はですね、言えばそれ分かってくれるんです。そうですよね、綺麗になってもですね、ってそこに3日かけるんですかっていう話とかよくされるんですよ。
ただし、それはあくまで現場の人で、現場の人は分かってくるんですけど、上の人は割かしですね、なんだこの見た目悪いな、みたいな。要するに自分が分からないことに関しては、なんていうんですかね、あんまりこう無意味っていうか、あんま価値が低いみたいな、そのことを思う方が、いらっしゃいますね。いくつかこう、お付き合いさせていただいたところの中には。なんで、ファイアーモンキーで、だったら綺麗にしてやるよっていう感じで、いろいろ、こう、貼った利用でやるっていうのも一つの手かと思います。だから、ビジネスアプリケーションって結構見た目で損してるっていうか、見た目が売りじゃないんだけど、見た目で損してるところがありますんで、そこら辺をちょっと、まあ、体裁取り繕うじゃないですけど、そこら辺をやっていただけるとですね、評価が、上がるかもしれません。で、以上ですね。はい、すいません。ご清聴ありがとうございました。